おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですこの本はですね、えー、狼が日本を救うというね、えー、そういうタイトルでありまして日本狼協会会長丸山直樹さん白水社から出ております分厚そうな本ですねでうんそうあの時も放ったでしょ、包丁したと,、えー、と同じように狼もという、えーえー でその一つが計画として挙がってるのが知床半島に実際にオオカミを放とうとこれはもう知ってますよね知床鹿が増えちゃって大変なことになってるのはここはオオカミ復活の候補地として多くの人が夢をかける地であるオホーツク海に60キロ鋭く突き出たあ半島である住む人は町のみに住んでおりましてであとはあ原生、えー、野生の半島でございます なんと、5万ヘクタールにエゾ鹿が推定で2万頭はいるだろうと。すっかいですね。で、明らかにもう鹿が増えすぎているのは間違いなくて増えすぎて町の海岸線まで降りてきてると。えー、ここでは鹿の生息密度は1平方キロで50頭以上いますから、えー、1家族で3000頭の鹿が獲物になるとう。うーん で年間で100頭から200頭の鹿を捕食するのでまさにオオカミを放つには最高の敵地が今この知床半島だっていう,うねっへえー、かーなんか夢見ますなオオカミにこう自然をキープしてもらえればなと思ってうんうん,なんかオオカミってなんかそういう大地を守ってくれる そういうなんか守護神になりうるんじゃないかなと思って神ですからね神ですよなんせかつて古代日本はね狼を神と崇めたっていうねそういう文化を持っておるわけでありますからはいえさてここは狼が住めるかここは狼が住めないかそういうのでもし皆さんが迷われた時の最高の目安それが携帯電話です <ん>携帯電話の受信不能地域いわゆる県外この県外がどのくらいあるかでそのオオカミが住めるかどうかが決定するっていう,う2011年の段階で約500万ヘクタールこれが北海道の県外ですなでこの県外はオオカミが住めるところなんですって<う>だから北海道の面積が780万ヘクタールその64% に当たるんですよ500万ヘクタールっていうのはそれは人がいないのと電波が来ない、うん、そういうことでしょうねいわゆる「ワイルドな大地」っていう、うん、それが「あの県外」というあの二文字で表すことができるとカナ、うん、さんは何を心配するオオカミをもし放つとしたらオオカミが人を襲うことはないのかなっていうのは心配ですけどこれはもうあの先週説明したように、うん、50年間で人間に 怪我をさせたという事件が起こったのは十件以内だ。ってヨーロッパで。そうか。あの、あれなんかすごく気になりません、ね。人間が勝手に作った言葉ですけど。あの、なんか、あの、女性にひどいことするやつを送り狼って言うじゃない。言います。気になるでしょあれ。はい。送り狼って知ってる?。え、知ってるって言うのは。どういうことか知ってる?。え、送。 って優ししい顔ててて送っっきたのに突然襲ってくるあれなんで生まれたかねオオカミれね,あの狼がねつけていくのよ獲物を<う>ずーっと<う>で弱るまで待ってるんだって<う>そ,そのつけてくるオオカミの知恵深さの恐ろしさを人間が見てて「送りオオカミ」って言ったんだけど、はい、赤ずきんちゃんなんかが相当悪い影響になってるんですよ。 うん赤んちゃんも変な物語だと思いませんあれええー、あれ結構私絵本で何回も確かめたんですがはいあれえっとそうでしたっけじゃですよだって赤んちゃんの方からほとんどの絵本では声かけてますよ「おはようオオカミさん」ってあそうでしたっけええー、おばあちゃんのふりするんですよねお母さんはいはいはい、はい で食べちゃうんでしたっけまあさ食べちゃうかもしれませんけども<う>あのー、一番は声かけた赤ずきんちゃんにも問題があるっちことですよしかもあなた子供のくせに真っ赤な衣服着てあれは何の象徴なんでしょうかね成熟です成熟もしていない小さな女の子が成熟の色のケープをまとったことで今まで顔見知りだった狼が変容したっていう 本棚の童話とかをおろしてください、うん、3枚に。ああ<ー>、実はこういう深い意味があるみたいな、それ面白いかもしれません。本当、はい、昔やったからもう飽きちゃったかなと思ったんですよ。あれ、あなたじゃなかった、聞いた人がね、昔やったんですよ、成熟のための、あの大人の童話って。あれ、そういう意味ですよ。うん、だから、<ー>成熟していない女の人が成熟した色をまとうものではないん。ほ<う>やっぱり、レッドケープですよ。 赤いケープをまとったがゆえに狼が変容した。だから、成熟していない人は絶対に成熟をした色を身につけてはいけないんですよ。で、あの、やっぱり妊娠に対する恐怖ですよ。ほう。そういう意味が込められてるんですかあ、だから、狼の中に石を入れるでしょ。はいはい、あれはやっぱ、その、石を腹に抱かせるということで、<ー>男性に妊娠の苦しみを、 逆に罰として与えたっていう。うあ、話が逸れてしまいました。明日頑張ります。また狼の話に戻りましょう。竹田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、竹田哲也です。おはようございます、水谷かなです。えー、狼を放てという乱暴なまあテーマではありますが、しかし。 今、日本に広がります鳥獣被害。それは、頂点捕食者を亡くしたという。で、鹿がどんどん増えて、定住性を持っている鹿、移動性のあるクマサ猿、えー、その手のもの、イノシ、シその手のものが鹿に圧迫されて、まあ、町に降りてきたりしてるんだと。だから、はい、鹿が増えすぎる鹿をなんとかしないと、も大変なことになるぞと。そのためには、頂点捕食者狼オオカミをもう一度野に放とうという。うん そういうい提案で,す、ねはい、で現実に、えー、そのオオカミがいなくなったばっかりにその自然界がガタガタになったんでヨーロッパあたりでは現実にオオカミを放つそれからアメリカイエローストーンかイエローストーンもあの鹿が増えすぎるんですなそれで結局あそこもオオカミを放つんですよ。 整えたというねああやってるとかはもうやってるんですねやってるんです、はい、ただ日本の場合はまあ放って逆効果になるという<ー>そういうこともあり得るんでなかなかこうこの計画が着手されないという しかしその丸山さんという,こう日本狼協会の方は懸命に大丈夫だきっとうまくいくっていうんでもうこの本の中でくどいぐらい書いてらっしゃいますな、えー、この動物をここに置けばあの悪い動物がいなくなるぞというそういうことで洗礼があるそれが奄美沖縄にハブ対策で導入されたマングースーこれ聞いてないはいこれ全然効果なかったんですよこれはあのー ハブって毒蛇がいるんで、ええ、それをマングースにやっつけてもらおうつって天敵のマングースをわざわざ持ってきて放つんですけど、うん、何の効果もなかったというじゃあその後ハブ対マングースの、うん、あのイベントができるようになったんですはいはいはいもともとはチャニムに,、ね、ャニムにうんで結構マングースが勝つんですよね <laughs> あれね <laughs>、はああそうなんだ、うん、それを観光名物にしたんですけど自然界では起きなかったんです 帰ってね、あの、マングースが、あの、食べちゃいけないヤンバルクイナを食ったりなんかして。あ<ー>うん。それで、その、効果がないということで、大騒ぎになったんですが。まあ、ちょっと事情を説明しましょうね。はい、えー、1910年のことであります。これ、ぶんもう、歴史かかっとるんですな。ハブ対策として、那覇周辺にインドガンジス川河口のマングース29頭を放つ。アイデアは一緒ですね。 悪いハブをやっつけ撃つんで。はい、で、1945年には中部の名護までマングースが29頭がバーッと増えたんですって。はい、ええー、約35年で。で、頭数を増やしながらマングースはさっぱりハブと対決せず、ネズミ、ムカデ、ヤンバルクイナなど、保護動物まで捕食していたため、ついに2000年に、もう結構時間経ってしまいました。2000年に、この、 マングースこそ駆除動物にされちゃったという。あはあ、ねえそれからもう一つの問題が1942年から1957年にかけて、これ有名なんですが、鹿児島県の奄美。はい、これにハブとクマネズミ対策として日本イタチ3000頭が放たれた。<ー>で、これ逆に、 ハブによって日本イタチ3000頭が全部全滅させる<え>。せる食べられちゃった。だから餌を与えたようなもんで<ー>、ハブが帰って元気いっぱい、<laughs> イタチ食って増えたっていうね。そうです <laughs> はい。なんかこれうまくいかねんな。なんか目,、はい、目に見えますね。なんかハブがこう、爪楊枝加えてね、うまかった。はい。えー、今度はですね、えー、1979年民間の手により、なぜ付近で イタチの敵討ちとして、マングースを甘みに放った。はい。ところがここでも、このマングースがさっぱりハブと対決せずに天然記念物の甘み黒兎に手を出し、はい、希少動物がさらに全滅の危機に、ついにここでも環境省によってマングースが駆除動物に指定されて、 皆殺しにしたという。で、これはね、こ、この例がもう、この、このことで必ず挙げられるんですって。その狼を放ったのはいいんだけど、マングースと同じことになったらどうするのかっていうのを、このやっぱ狼を放とうっていう会長さんのところに持ってくる人がいるんだけど、はい、この会長さんがね、断固として、もうちゃんと動物を観察しないからこういうことになるんだと。ハブをなぜマングースは捕食しないのか。 そもそもマングースはハブの天敵なのかって。そもそもの話。そもそもの話。で、インドまで行って調べてこいって。はい、たら当然ですけども、そもそもマングースはコブラの天敵で、あ、ハブじゃないんだ。ハブじゃないんだって、天敵は。だから、似てるからって喧嘩するもんじゃないんだって。はあ、夜行性の鎖蛇科のハブ。これ、夜行性なんですよ、ハブってのは。 はい、夜赤い目でカケッと襲うんですよ。うん、マングース。昼間活動する。ああ<ー>。ね。これで分かったでしょ、カナさん。はい。なんで、あの、観光名物、ハブ対マングースでいつもマングースが飼っていたのか。マングースが飼ってるんですよ、ね。いつも飼つんですよ。私も見たことありますけど。うん、はい。なんで飼つか。なんで飼つかハブは寝てるんですよ。あ 昼と夜と違う,うからそうあ、そうだから飼っちゃうんですねな動物をしっかり見なければできませんよというのがこの会長さんの言い分でえこのあたりねちょっと明日も勉強しましょうよ竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷かなです、えー、山を枯らしてしまうほど増え続ける鹿その鹿対策としてもうジビエでは間に合わない 狼を放とう。日本の山野に頂点捕食者。あの、神と、あ、山の神と崇められた狼をというね。しかし、えー、そんなものを放って、ほら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 、昔、このハブを退治するつってマングースを入れたら、ちっとも退治なくて困ったではないか。っていう。同じことが狼でも大きいんじゃないのっていうね。えー そういう心配をなさる方のために丸山さんというこの狼協会の方がおっしゃっております、えー。マングースと同じようなことに狼がなるのではないか。いや、そんなことには絶対ならない。なぜならば、狼はインドから連れてきたもんじゃない。狼はもともと日本に住んでいた。だから、住んでいた日本狼の足を持ってくればいいんだ。ね。大陸狼を。人間の手によって日本の狼は駆除を全滅させられた。 だから、もう一回人間の手によって。羊も襲ったりなんかするかもしれないけども。<う>しかし、そんなことは、もう、ほんのわずかなんだから、そういう事故はね。かやっぱり、えー、雑食のマングースと狼は違うんだと。うん、この間、あの、あそこは丹沢まで釣り行ったら、あ,あ,あ,あそこは走ってたあの、八王子かなの方のちょっと外れを、猿とすれ違った。へえー 猿がもうちょろちょょろろしてるね<ー>やっぱなんかあのドライブインとかなんとかあるからうん、うん、でサルの場合なんですがかつてサルは人里に近づくことなどなかった、うんね、近年人里に平気でサルやってくるって憎ったらしいんだよねえそうですかいやいやいやあのね物盗まれて逃げられてこらんははあの置き引きみたいにパーッとかっぱらって逃げていくサル見るとね うん。ええー、で、あのー、日光だったかな、あの、猿から、あの、お土産のまんじゅう取られちゃって、ベソ書いてるおばあさん見たときに、かわいそうで。ああで、犬を鎖につなぐようになって、猿は人里に降りてくるようになったんだって。うん、昔、あの、花坂じじいでもそうだけど、犬ってつないでなかったの。お<ー>なんでつながなかったかって言うと、猿対策なんだよ。 猿が人里に近づくと犬が吠えて追っかけましただから猿は近づかなかったの。はい、だけど今の集落は犬を鎖で繋ぐじゃん。ええ、吠えるだけにしてやるから猿は舐めっちゃうんだ。えー、なで、猿っていうのは鹿と根本的に違うのは生作密度を自己調整する生き物で、これ何が違うかというと猿は 食物が減ると、その頭数、子供を産む数を減らすんですって。で、狼がありがたいのは、猿が狼を一目見たら、もう、子供の頭数を減らすんだって。食われる危険性があると見込んで。はい。というのは、ストレスを感じたら野生の動物って子供の頭数を群れ全体で減らすという習慣があるんですって。で、猿は、 絶対に安心なのはオオカミを一目見れば地上生活つまり木の上の生活に舞い戻る、うん、襲われないために、はい、そうすると人里を歩くことはないんだと、うん、では次はイノシシはどうか、えー、イノシシはあのー、あの藪の中のツタとかクズ山芋竹ドクダミミミズね思わずあの根菜類とか えー、それから土の中の節足動物を掘り出して食べるという。なんだろうね、このイノシシの習慣は。はい、これイノシシって山を耕す生き物なんだな。<laughs> だからやっぱり、ね、根っこと土に住んでいる生き物しか食べないんだな。はいうん、どうもこの鹿に食域を荒らされている可能性があって、あの鹿が 草とかを全部食っちゃうから、根っこが枯れちゃうんだよ。はい、それでイノシシの食べ物がなくなって、人里まで降りてきて、コンビニのゴミくずを漁るようになっちゃったんじゃないかというね。はい、で、イノシシはたさんで 5, 5匹から7え、から7頭ぐらいね。えー、ぐらいの子供を産みます。はい、で、このイノシシの困ったところは犬や爆竹など。 猿と違ってこういうものがいてももう効果はゼロ本当にイノシシって平気で降りてくるんだってね、うんうん、でオオカミで効果があるかないかはあまあ調査研究が不足してはっきりしてないけどもでも電流を流して二重三重の柵を作る方法に経費がかかりすぎてもうそのイノシシあの対策は限界に来てることは事実なんですよ。はいうん 熊も含めて狼を頂点に置くことで山の秩序を取り戻す。ここに実は獣害を減らすという可能性があるのではないかと著者はこんな風に言ってるんでありますけどもね。はい、イノシシと熊被害に関しては狼効果ははっきりしない。ね。 だけども、あのー、はっきりしないけど、やっぱり鹿に関しては効果があるわけだから、やってみる価値があるのではないかなというのが、著者の提案なんでございますな。はい。この続きまた明日のマネびたの上で。武田哲也今朝の三枚卸おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。 狼が万能ではないとね今鳥獣被害でいろいろ問題になっておりますけどもえー、まあ猿はともかくもイノシシクマ被害に対してオオカミはあるかないかはっきりしない、はいえー、そして、まあ、北海道の羊と馬牧場ではもしかするとオオカミをね放つと被害が出る可能性があるとしかしそれでも全体から考えると 狼がもたらすあのバランスの方がはるかに、えー、我々としては助かるのではないかと、えー、この本の著者あ丸山さんおっしゃっておりますですね、はいえー、日本狼協会会長さんでございますがこのままでいけば野生のシカは、えー、2025年にはすごいね500万と日本全体ではあ。どうすんですかねいやこれも本当に何とかしないと、うん 本当に長野県丸裸になる可能性がありますからね。えーうん、でこの方がおっしゃるには北海道でまずオオカミを離してみようと2パック2家族ね。はい、でその間その知床からばっとこう広がってきて日高地方なんかに広がった場合はえ羊とか馬では被害が出るかもしんない。でも狼が 羊馬を襲おうとしたら夜間になるから、うん、その時はヨーロッパの真似して犬で何とかしようと。はい、だからピレネー犬とかっているじゃん。はい、あの大型の犬が。えー、まそれはやっぱ狼対策なんだってね。うん、うん。で、犬に守らせれば、もう絶対に被害額は安全の枠内で被害が抑えられると。このヨーロッパでも狼が捕食被害っていうのは出てないと。 はい、牛を襲うってことはないわけだから<う>絶対に最小の被害に抑えられると、えー、地域としてジビエ普及等と鹿肉を食べようという動きもあるけども、えー、野生獣の肉の加工はこれ施設費がものすごく高いね血抜きとか大変なんだなやっぱな、えー、うんでハンターを雇ってもまあ狩猟保証金これすごいですね今鹿1頭あたり5000円出るんですって いわゆる故郷の団体の方から、えー、でイノシシが1万円 1>、はい、サルはね1頭殺すと5万円なんですってあサルが一番高いええー、あのあれですよね500万頭の鹿をこうやっぱり駆除するっていうのはもう人間の力では無理なのではなかろうかと、ね、まず知床から二家族の狼を北の大地に放つ。 そうすることによって自然界のバランスっていうのを一回だけ試していいから見てみませんかという提案がこの本だったわけでありますな。はい。でもなんか俺この話はなんかこう興奮してくるんだな。はいな。なんかね、なんかやっぱり野生のシンボルなんだな。はいうん、人間の理屈が頼りにならない時もう一度神にすがるように自然の前に膝を屈して こう、大地に死体をこすりつけて一回何か拝んでみようと。はい、そうするとなんかこう、知恵が浮かぶかもしんない。何かそれが一番人間らしいような気がする。エコロジーとは自然に対する恐れであると。自然に対する恐れがないと、それはエ,エコロジーとは、あの、言わないんだと。うん、かつての日本人は狼を神と見た。えだから、えー、狼と名付けたんだから。 こ、はあの原点に戻ろうではありませんかというのがそれ以徹哲也さんの言葉ですねこれはちょっと私が考えましたですね,ですねはい、はい、えー、なんかあのあれですよねオオカミに対して被害者面するんじゃなくてね、うん、やっぱりオオカミっていうものに対してきちんとした知識を持っていないと、はい、やっぱりなん,かなんかこう エコロジーなんか自然に対する知恵みたいなものをもう一回見つめ直すためにはこのオオカミを放つっていうのはなんか私すごく好ましい自然に対する敬意のような気がするな時を大空に放ったごとく知床にオオカミをっていうのはオオカミって絶滅って言われてますけれども、うん、ま,あまだいるわけですよねううそれを放つってことですよねいやもう野生はいないんですよ じゃあもし放ってるとしたらどっから狼を持ってくるんですかああ,あのその種類はちゃんといます<ー>それが大陸オカミって言われてるやつで<ー>日本オカミっていう種類はもう滅びてしまったんですが、うん、その大陸オカミを持ってきて日本で買うとそれが日本オカミになるんですよ環境に合わせてねはは、はい、で日本は狼オカミがかつて生きていた環境が山野にあるんです、うん、だってこの国ね なんかちょっとこういい。こういう言い方なんですが、腐っても緑の国でね。うん、国土の70%近いが近いものが山野ですから。<ー>あのもちろん人工林が多いんですけども。でも自然林もたっぷりあるわけですから、絶対に狼が生きていく。環境はもう内々にきちんと持っているわけですよね。はい、だから、やっぱりそういう意味。では狼をもう一度っていうのは決して。あ,<っ>あの。 悪夢にはならないような気がするんですけどもね、はい、というわけでございましてこの続きまた明日のまなたの上で武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです自分としては結構乗ったタイトルだったんですね、えー、狼を放てという、はい、これはえっと白水社から出ております狼が日本を救うという、うん、でこの著述被害 えー、その、鳥獣害の数値を具体的に、その、私は知ったわけでありますね。年間200億円、農林業で。で、これあれ、カナダさん、すんごいんだよね。今、国は女性のハンター増やそうとしてんのね。はいえー、70年代40万いた狩猟者は、えー、2010年でこれ8万人になったという。ね。はい。えー、それで、 女性のハンターまで増やしてあのなんとか鹿を減らそうとしてるんですけどもこれはもう絶対無理なのはハンターの人の年齢が上がると同時にそういうところでは人間も減っていくわけですから,、はい、だからハンターの数は絶対少なくなるよね。うん、でそういう鳥獣被害は食べて解決しようということで、うんえー、かつてのように鹿を食べる文化を やっぱり日本人の暮らしの中にこう復活させようとちゃんと食物として食べようではないかと出ないところは大変なことになるぞとということをおっしゃってるんですがもうねこれ現実問題としてジビエにして食べるにしても無理だわ無理多すぎますかねうん私こないだ招待されたばっかりでありますがジビエを真面目にやってる イタリアンレストランが池尻にあってね、はい、おい,いいシェフさんでしたけどもハンバーグの中に鹿肉入れてるのね、うんうん、でそこ結構あの流行ってるんですけども、はい、でもやっぱり無理だうん百万はは食べるのだってもう考えたらその鹿の肉を町へ池尻まで下ろすだけでも値段がかかりすぎるもんね。うん そこで提案がもう一つということで本屋でめっけて、これは面白いと。はい、狼が日本を救う。ドキッとしません日本の三夜に、狼を放とう、はあ、狼を放てっていうこの叫び声が、はい、胸をときめかせますな、うん、ええ。前に一回、かな覚えてないかなあの、あの、 根欠の犬だってうんで実はオオカミをこっそり飼ってた大学教授の話したじゃんありましたね俺あのあの本好きでさあ、はい、まだあの私の行きつけの本屋さんの棚にはあの本が生きてるんですよで結局、うん、と飼っていたのは実はオオカミだったんでしたってでオオカミを飼っているんだけども その彼がだんだんそのんでみんな犬だ大型の犬だと思って付き合ってるんだけど本当は狼でもう肉の食い方が全然違うから<ー>そこには見せないで10年飼うのかな、はい、もう全部全部彼のためにその尽くすわけよね大学教授が。<ー>で最後は寿命いっぱい生きて10年ちょっとでその犬が死んでいくんだけどそ、うん、のその。 死んでいく時のオオカミのこう姿が彼はもう泣きじゃくりたいぐらい切なく見送るんだよね、えー、そんなすっごい好きでね、うん、つまんない話でありますかついあの忘れておりました話さなきゃと思ってほらハブのことずっと話したでしょハブ隊のあのあれであの、うん、マングースとねでハブをとにかくもう殺してしまおうって沖縄本島すごく張り切って ハブ対策散々やるんですよ。マングスも含めて、積極的にあ、あの、ハブをお酒につけたりなんかする名物を作ったり、だ、えー、から駆除するとお金もらえるんでしょ<ー>もう一回だけあれありましたからね、アマミかどっかでハブ捕まえた運転手さんが、もうハブ持ってくんだよ、タクシーの中に。どうやってもう片っ端の足で押さえてるんだよ、えー、<laughs> 本当に<う>で片っ端の足だけで車運転しながら、えー、だって2万円ぐらいだったのかな もう、おっぽが、跳ねてるおっぽが見えてるんだよ、お<ー>前の座席で。お客さんも乗っけてるってことですか俺が乗ってるんだよ、そこ。<laughs> 本当に。俺の、俺がの払うタクシー代よりも高いから、あの、排水口に落ちたいハブってもう絶好だったんだよ。あ登れないんですよ。あの、セメントだったから。はい、それをもう。<laughs> 持ってくるんだよタクシーの中に。命がけですね。まあいいや、そういう体験があったんですけども、<laughs> はい、そんな風にしてハブを退治してたら、沖縄でも最近問題になったのは、野ネズミが増え始めたんだって。あ、そうなんですかうん。<ー>だから、ハブは独者だから悪いって簡単に言えないところがバランスの難しいところで、ハブがそこに住んでいる何かの理由があるんだよなう,んうね、だから。 その先回りして悪者って決められないところに、はい、あの自然界のバランスがあるわけでそういう意味でオオカミというのはね毒、うん、じ扱いせずにこいつにも何かの使命がとといか私自身もそうでございますね、はい、私もハブっぽい顔をしておりますしね本当はオオカミっぽい情けないオオカミっぽい顔をしておりますけど何貫お役に立とうと。うん メディアのね、野原で生きておりますんで、一つ、ご愛顧のほど、え、来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週の、まな板の上で